か彼氏とか近しい人に ADHD ですとか、HSP ですってカミングアウトじゃないけど、言うよね。んで、本買ってその症状、病気を理解しようとする。空いてる時間に本読んでその病気のことを勉強してみるよとかってしてくれる人、驚くほど少なくない？なんかさ、大体の人ってこっちが結構な覚悟でそうカミングアウトしても、へーで終わらせないっすか？難病とかもそうじゃないかなって感じがするんだよね。こう難病で検索したら、アイウェオ順で出てくるサイトがあったんですけどね。近型桃源病とか、ライソゾーム病とかね。いろいろあるんですけど、実は私なんとかっていう珍しい病気なんだって言っても、へーっていう人多そう。肉体的病気の場合は、ちゃんと勉強してくれる人が多いのかな。精神的な病気は軽んじられてるなって気がします。前もちょろっと言ったかもだけど、彼氏に告白された時に、しばらく連絡取ってないんで、今どうなってるかよくわかんないですけど、こう付き合って10年でさ、私子供欲しくないタイプなのって言っても、お互い不幸が生まれるわけやん。だからもう最初から、子供は欲しくないです。私は不女子で、家に BL 漫画がいっぱいあります。HSP です。って全部言ったわけよ。で、HSP って何？って聞かれたの。で、私その時ちょうど HSP のこの一番最初に出た本を電車で読んでたので、あ、これだよ。考えすぎちゃう人って言ったら、あ、いいよいいよ、気にしないよ。あ、なんでもいいよ。みたいな感じで言ってくれたんだけど、その場で終わりなわけ。私的にはね、あ、わかった。それ、俺もちょっと調べて、勉強してみるよって言って欲しかったわけ。で、友達だったら、そこまで多くを求めないんだよ。なんか、私のことを好きって言っときながら、全然理解しようって姿勢が感じられなくて、どんなんでもいいですよ、好きですよってことだと思うんですけど、なんか好きっていうのに、どうして私を構成する重要な要素のことを、理解しようとしないんだろう。って不思議だったわけよ。あ、そうなんだ。俺もちょっと調べてみるよ。調べて知識をつけるよ。みたいな言葉を出せないってことは、私のことどうでもいいってことなんだなって思っちゃわない？軽んじられてるというか、軽く見られた気がしてしまうというか。で、100% 理解しろっていうのは無理だし、そういうのは望んでないんで、ADHD とか HSP とか、双極性障害とか、ネット上にチェック項目あるやん。あの特徴だけでもぼんやり把握しといてもらわないと、付き合ってからそんなに神経質だとは思わなかった、みたいなこと言われると、最初に HSP ですって話した意味がなくなるやん。それってすごい腹立たない？そういう危機感もあんのかな？無意識に。こう、付き合ってって言ったり、親子関係だったり、今から深く関わろうとしている。それか、深い関わりであるって間柄にも関わらず、理解しようとしないのって、何なのかなって。あ、この人、私のことをそんなに大事に思ってないんだなってなるよね。ほら、自分の病気のことを、統合失調症ってこうこうこうなんだよって人に言いにくいじゃん。自分が、みたいになっちゃうし、うつ病もなんでも、そんなんなりたくないじゃん。なりたくてなったわけじゃないから、それを、こう、危機として自分から話す。って、ほぼ無理だよね。本当は、講義みたいな感じでぐいぐい行って、そんで嫌だっていうような人は、遅かれ早かれ会わないんで、あ、早めに会わないってことが分かってよかったねってことでいいと思います。この漫画読んでよってぐいぐい行くのは、うぜえなって思われて、こっちも悪いかもしんないけど、自分の精神的なことっていうのは、一緒にいる上で避けて通れないじゃん。それを避けて一緒に居続けることはできないので、そういう話をして、あ、もうお前めんどくさいみたいな反応してくるやつは、もう余裕で切るべきだと思います。だって、付き合っての先にさ、結婚まであるかもしんないわけじゃん。親子とか家族とか、簡単に絶縁できないので、死ぬまでの付き合いなわけですよ。長い付き合いになるのに、その人の特性を理解しようとしない。なんでそういうスタンスでいられるのって。統合失調症だったら、誰かが耳元で支えてくる。逃げなきゃとか言って、毎晩徘徊しちゃうとすんじゃん。そうなって初めて、統合失調症ってこんな症状が出るんだって焦ったりさ。それが分かってたら、玄関の鍵をすげえ頑丈なのに交換しとくとか、なんか事前対策ができたりするわけじゃん。そういう知識を入れておかないでどうするのって思うんだよね。なんか全然重大に考えないで聞き流すような人が多いよね。それって私きっとその病気について勉強しても理解できないから、みたいな考えが働いてる気がするんだよね。理解できなくてもいいから、理解しようとしてくれよみたいな、そういう姿勢も見せないんだもん。いやまあ聞き流されるってことは、私がそんなに大事に思われてないってことでしょ？で、この答え終わっちゃうかもしれないんだけど、だカミングアウトする側の人間からしたら、ちょっと統合失調症の本一冊買って読んでみたよとか、ちょっと調べてみたよとか、なんか私もしかしたら傷つけるようなことをやらかしちゃうかもしれないけど、もしそう嫌だなって思うことあったらすぐ言ってねみたいな、そういうことを言ってくれるのが一番嬉しいな。で、私はそういう人に会った時はそうやって言うようにしてるな。で、やっぱり精神病を持ってる人はみんな繊細な部分があるので、わざとひどいこと言って傷つけるっていうのはクソだけど、悪気ないのに相手が傷つくようなことを言っちゃったみたいな時ってあるじゃん。私は傷つくと思って言わなかったけど、向こうからしたら傷ついたみたいな。で、そういうのはもう避けようがなくてどうしようもないので、もう謝るしかない。あれがちょっと嫌だった。ああ、そうなんだ、ごめんねって言える関係が重要かなと思うね。こう、地雷踏まないように恐る恐る関わるっていうのは疲れるので、こう、言っちゃったならすぐ謝るっていう環境を作れるといいですよね。で、私、ちっちゃい頃からお母さんに考えすぎって言われてきたんですね。で、私はそれが ADHD なのか、発達なのか、何なんだろうって分かんなくて悩んできたんですけど、まあ、ここ何年かで HSP って言葉に出会って、あ、これだわってなったのね。で、お母さんに、私今までずっと考えすぎだったけど、これちゃんと名前があって、HSP ってやつだったよって言ったら、笑われたんですね。で、健常者って基本的に、うつ病とか、ADHD とか、発達障害って、って言葉嫌いなんですよ。何でも病気じゃん、かっこ笑いみたいな感じ。それくらい病気がたくさんあるってことは、それほど今の世の中無理があって生きづらいってことなんですよ。だ皆さんね、もし身近な人や大切な人から自分の精神的、肉体的病気とか、自分のセクシャルな話をされた時はね、まず話してくれてありがとうって言ってあげてください。確かに今何でも病気じゃん、かっこ笑いって思う気持ちはわかるよ。けどそんなに病気が増えるくらい生きるのが大変ってことなの。長ったらしい名前だったり、難しいカタカナだったり、笑っちゃうような病名もいっぱいあるよ。けど勇気を出して告白したのに、それを笑いで返すって一番最悪なので、私が経験したみたいにずっと心に傷を残すので、それだけはやめてください。健常者は大体ね、気持ちの問題って思ってるよね。考え方を変えればどうにでもなるでしょみたいな。いやいや、その何でもマイナスに考えちゃう症状自体が病気なんだよって。その心の持ちようとかでどうにかできる問題じゃないのってことが分かんないような気がしますね。ないものねだりしてる暇はない、あるもので戦い方探る、好きな仕事に苦手はゴミ箱、不女子が語るゴミ夢中